ここにとっては何でもないことでも女にとっては命がけの時がある。女にとっては何でもないことでも男にとってはそれで生きるか死ぬかの瀬戸際に立つ時がある。男は男の、女は女の、違う二つの世界がある。だけど気がついてみると男も女も同じ道を歩こうとしている。男にとってはどうでもいいことでも女にとってはこの気持ちがわからない人とは一緒に生活していくことなんかできないと思う時がある。女にとってはどうでもいいことでも男にとっては今まで思い続けてきたものが全部壊れちまったよと思う時がある。男は男で女は女でそれぞれ相手を分かろうとしない。だけど寂しい時は男も女も同じ空を見上げている。